新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやー明けましたか。明けましたね。明けてるんですかね。どうやら明けないんじゃないですかね。明けない。明けない。馬年ということで、はい、2014年ですよ。平成26年。平成元年生まれがもう26とか、ね、そういう年ですよ。恐ろしい話ですよ。恐ろしい話ですよ。いよいよねありましたけど。いろいろありましたね。2013年本当いろいろありました。あのね、都知事がね。ちょっと。どうでした？2013年川口さんは。いや2013年はね、良かったですよ。それ良かった人が言う言葉だったな。良かったですよね。良かったです。いや、人としては2つですか、公演が。星降る夜になったらと、ナイスコントロールですかね。そうそう、割と両作品ともなかなかですね、評判もよろしく、おかげさまでお客さんもたくさん入っていただきました。たくさん入っていただきまして、年間動員も非常にね、まあ、3000人近くいったんじゃないですか、わかんないけど。なんか2013年で印象に残ってることとかあります？2013年印象に残ってる、まあでもやっぱり、ね、作品のことが印象に残ってますけど、僕らの中でやっぱ話題騒然だったのが、ナイスコントロールの福岡公演ですかね。はい、なんかありますか？松田君が、本番中に何ですか、何て言ったら、えずく、なんだよ、えずくよりももうちょい吐くに近い。すごかったですよね。本番中にね、セリフ言いながら吐きそうになってたっていう事件が起こったりとかして、そんな人いるんですね。しかもね、ちょうど舞台のセンターと一番前の一番センターで、ね、誰よりも注目を浴びながら吐きそうになってるっていう。あれはもう中身こそ出てないけど吐いてましたよね。はい、あれはもう、あれはでも目撃した方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないですけど。そう、まあ、2014年は誰もそういうことがないように。はい、はい、えずかない。第2の松田を作らない。そうで、ね、はい、でもね、かなりスケジュールがね、公演がね、そう。ありえるよ。えずきそうだね、これ。知ってます？4本やるんですよ、今年。ねえ。えずくだ。再演。結構懐かしい。のもありますよね。もう5年ぶりとか、そうですね。ちょうどあの再来年がね、もう早くは再来、来年か、来年早くね、もう次の年の話しますけど、10周年なんです僕ら。2015年がね。なので今年はもう過去の作品をね、アホみたいにやろうっていう。そう。なんか素敵な。2015年はね、に向けて。はい、今年はいっぱいね、作品をやろうかなと思って。アホみたいな。はい。よ。まあちょっともうなんかいろいろざわざわしてますが、心配ですよ僕は。そんな4本もやれるのか。ああ、まあでも先のことはちょっとわかんないですからね。うん。はい、それどうしたい？ちょっとこれはね、占ってもらった方がいいんじゃないかなと。誰に？あのね、もうちょっとね、ガラパ忘れかけてたんですけど、はいはいはい、かつてガラパの専属占い師で、この人いたんですか？ミステリアス多田さんっていう占い師さんがいたんですけど、なるほど、え、いるんですか今日？なんかね、今日、まあ、普段海外を中心に LA で活動されてる。そうだ、今日ね、久々に来てます。正月帰り。 LA というよりなんか中東の方の感じ。まあ、じゃあもう早速なんでお呼びしましょう。はい、ミステリアス多田さんです。新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。新春早々お越しいただいて、はい、いなくなるんですか。2014年のね、ガラパゴスダイナモス再演4本やるんですが、どうですか運勢は。あ、そうですね、あ、じゃあ今日はそういう運勢を占いたいと思います。はい、ですね、2014年はい、はい、何年ですか。馬年。はい、馬年ですね。はい、馬年ですのでですね、あの今回は今年はですね、あのやっぱりね、馬といえば人参。そうですね、人参でしょ、はい、馬といえば人参が目の前にぶら下がってる、はいはいはい、それを追いかける、そういう絵がありますよね。いや、あります、あります。なんか馬といえば思い浮かぶのはその絵。うん、うん、はい、なのでですね、やはり皆さん目の前にちょっと届きそうだけど届かない、そんな位置にですね、やっぱりご褒美を
ご褒美というか、はいはいはい、目標ですとか、ご褒美、はい、目標が言った目標が言いますよね。ブラさせ、ブラブラさせた状態で皆さんしっかり突っ走る。はあ、やっぱりそうすることで、うんうん、この2014年生き延びることができると思います。2014年の運勢を聞きたかったまあ何ですか、一言で言うと、はい、くだらない作品ですのでね、もう頭空っぽにして見れるね。そうです、本当に初期のガラッパは僕が本当に2本目で書いた作品なので、うん、本当にアホみたいな作品となって、はいはいはい、そしてその次、よりと僕の水平思考、うん、この作品もアホみたいな作品になってそうですね、はい、はい、トラブル続出、はい、トラブル、そんな感じで、はい、じゃあ皆さん今年もよろしくお願いします。